皆さんごきげんよう。エレキチェロ奏者の斉藤幸太郎です。エレキチェロによるエフェクター検証、ボリューム14、今日は DOD のオーバードライブプリアンプ250、これね確か名機だったはず。まあライブでは一回使ったことあるかな。まあオーバードライブ、珍しくオーバードライブです。使用する楽器は、いつも通り NS デザインの WAV の5弦、あとは Zoom の G3XN、アンプシミュレートはハイワットで検証したいと思います。まずね、これで DOD3 連発、クラシックファズ、それからフラッシュバックファズ、これでオーバードライブと。で、これはもちろん、オリジナルではないんですね。これは多分復刻版かなんかだと思うんですけど、ネットで買った、めちゃくちゃ安かったわけじゃなかったけど買った、で、なんか電池があって、であれがないの、 LED が。だからついてんだかついてないのかわかんない昔のタイプですね。まずついてるかついてないかを判断するときはですね、よし、今オフの状態、原始的ですけど本番中はできないですよ。オーバードライブが結構苦手って話は、まあ、前もちょっとちらっと、苦手っていうか、オーバードライブはもうほとんど使わないんですけど、で、よくオーバードライブを、ブースター代わりに使うっていう、使うじゃないですか、ギタリストの方って。でね、なんかね、これはすごくね、ブースター代わりに使うっていうのが結構わかる、この分かる、その気持ちって感じ。で、なんかずっとつなぎっぱで、これでなんか基本の音を作るっていうのもありだなと思いましたね。まあ一応、まあ歪みあれなんで、原因をちょっと上げてみます。ちょっとなんかね、ふくよかな感じになる。でね、今これ3時ぐらいです。このね、3時ぐらいからが面白かった。
は結構好きかも。なんか初めてオーバードライブいいなって思った。うん。マックスの状態とここの3時ぐらいの状態が、うん、結構変わるんだね。あの NXR のディストーションプラスもそうでしたよね。だからあのこの時代のもう潔いじゃない、もうゲインとレベルだけです、ボリュームだけです。でこれってやっぱりね、ゲインがただ歪みが上がるだけじゃないんだね。ゲインを上げてもちゃんとそれごと、なんか、なんつうかな、トーンが必要ないという設計なんでしょうね。ほんとトーン必要ないもんね。やっぱ免疫だったわこれ。うん、すげえ免疫だった、うん、素晴らしかった。ちょっと初めて買ってどう使っていいか分かんなかったのと、まあもろもろあったけど、やっぱこうやって検証っていうのは定期的にするべきですね。うん、いや良かった。なんかの時に使いたいけど、でも、うん、やっぱ LED ないのがちょっと怖いかな、うん、怖いけど、これは、うん、機会があったら使おう。結構良かったな、うん、まあ、というわけで思いのほか良かった DOD オーバードライブプリアンプ250でした。ご視聴ありがとうございました。またねー。